ドドマ大学は、タンザニアの首都、ドドマにある、国立大学。2012年現在、大学は建設途上にある。キャンパスは、ドドマ近郊、ダルエスサラーブの西方約4 0 0トルに位置し、面積は6000ヘクタールである。2007年に教育学部、人文学部、社会科学部、情報学部の4学部を設置し、1200人の学生を受け入れて開学した。 2008年には生命科学部と医学部を増設した。タンザニアの国家成長ビジョン2025によれば、すべての学部が開設されれば、学生数4万人規模となり、様々な学問分野の教育、研究が行われる予定である。実現すれば、現行のダルエス・サラーム大学の2倍以上の規模となる。人文学部はタンザニアで唯一の日本語教育機関であり、 2009年より日本語の授業を提供し始めた。2012年1月12日には在タンザニア、日本国大使館ととどま大学の主催、国際協力機構の協力で第1回ジャパンフェスティバルを開催し、映画、Always 3丁目の夕日を上映したほか、折り紙、書道、寿司などの日本文化の体験講座が開かれた。金沢大学名誉教授の田崎和恵は、 体感後の2010年11月から2011年4月まで、ドドマ大学にて、地質学の講義を受け持った。ありがとうございます。